はい、どうも、どぼっしーです。今日ね、Google ドから振り込みがありました。3ヶ月分なんですけどね、9920円でした。なんか1万円は超えてくると思ったんですけどね、ちょっと予想より少なかったですし、まあ1万円が多いか少ないのか微妙なところですよね。配達10回分ですから、配達10回分、まあ多いか少ないか、まあ1日だったら多いですよね。多いですけど、ただ3ヶ月でしょ。3ヶ月で10回配達かと思ったら、月3回配達すればって感じだから 月3回余計に配達すればみたいな感じでしょ。だって今日も今お昼ですけど、寝過ごしてお昼サボってますから、ただね、考え方ですよ、ものはね。だから、1日100円ですよね、だいたい。1日100円で3ヶ月で9000円ぐらいでしょ。だから私がこうね、適当にヘラヘラ、適当にヘラヘラ動画を上げてて、1日100円チャリチャリ入ってくると思えば、それもらいすぎじゃねえのっていう見方もできるわけですし、まあ、伸びしろもあると思いますね。伸びしろも今はこんなですけど、まあ、ゆくゆくは毎月このぐらい入ってくるようになりの、ゆくゆくはね、もうなんか、その配達10回分じゃねえかみたいなのが、もうとてつもなく、こんな配達1億回分じゃねえかよみたいなレベルまで伸びしろはあるんで、まあそこは難しいですよね。配達は限界があるけど、YouTube の可能性は無限大なので YouTube のね、配達はその自分で配達しなくちゃいけないけど、YouTube は寝てる間にこうね、チャリンチャリンお金が入ってくる。まあ一回動画上げちゃえば、再生さえされればいいわけですから、まあちょっと違いますよね。自分で狩りをするのか、こう仕掛けを作るのかみたいな、一緒か。両狩りじゃねえかみたいなところですけど。まあ難しいですよね、なかなかね。まああとはあれっすよね。まあ収益化してるかしてないかもでかいですよね。私はメインチャンネルのみの収益化なんですけど、まあ、サブチャンとかも収益化してくれば、なんていうの、2倍速3倍速で儲かると思うんで、なかなか難しいですね、1000人もね。ほんと今一番サブチャンネルでチャンネル登録者数が多いのがフードデリバリーなんですけど、でも500、600ぐらいですからね。なんかちょっと、まだ1000人行くのに2、3年は 1年じゃちょっと1000人は無理かなってところなんですよ。ね、現状ね。はい、そんなところでございました。また数ヶ月後にご報告させていただきます。